あるところに小さな村がありました。その村には3つの色の違う種類の人たちが住んでいました。このお話はその人たちのお話です。ブルーウォーター発展計画による緊急水一つ袋二つ政策は今日から実行する。レッドとイエローは怒りやすいからな。最初は抵抗があると思うが、頑張ってくれたまえ。はいはい。水がないと未来もない。ブルーウォーターです。今日はいつもより種類豊富やで。いやいや、これだけですか？水一つに対して袋一つやろ。水一つ、袋二つです。それあかんで、無理や。今朝の会議で決まったんです。仕方ないな。じゃあこれもらっていきますおね。いこら、あかんて。新聞ちゃんと読んでくださいよ。こら、ちゃくちゃやな、まったく。まさか。これまでのやり方をそう簡単に変えられるか。でも冷たいブル族のことやからな。私はレディ、レッド族の女の子、勉強せよ。怒りん坊のパパとおっとりなママと3人家族。うちではフルーツやキノコを作ってます。レッド族やイエロー族は作物をブルー族の水と交換して代々暮らしています。おはよう、レディちゃん。おはよう、ブロー君。ブルー族のブロー君とお話ししてることパパ知ったら怒るだろうな。ミスターブルーのやつ、あんなでかい建物建てやがって。あの象の言ってたことはほんまやろか。何？やっぱり水一つ袋二つやと。ブルーの思い通りにさせてたまるか。水はみんなのもんや。村のレッドとイエローの人たちはブルーへのデモを行い、なんとか水の値上げを止めようとしました。ねえ、父さん、どうして水の値段を上げるの？ブルーウォーターの会社はこれから発展していくのだ。そのエネルギーにもっとレッドやイエローの作物が必要なのだ。この村全体のためには良いことなのに、それをあいつらは分かっていないんだ。ブルーはもうレッドやイエローとは関わりを持つな。まともに話が分かるやつがいないからな。それからレッド族とイエロー族の怒りは収まらず、水を一切買わないとし、ブルー族に対し対立するようになりました。おはよう、レディちゃん。今日の授業はここまでです。週末、うちでレモン汁飲みに来ない？家に水があり余ってる冷たい人は抜きね。酸っぱいけど水がないから仕方ないね。うん、行く行く。あ、行く行く。明日じゃあ3時にここで待ち合わせね。パパ、水がもうないよ。どうしてこんなに食べ物があるのにブルーさんの水を買わないの？レディ、これはもう戦いや。ここで引き下がったらブルーはどんどん水の値段を上げ、建物を大きし、この平和な村をコントロールし始める。レディもクラスにブルーのやつがおったやろ。口を聞くな。心が冷たなるぞ。ブルー族だからってブルー感悪いことしてない。色なんて関係ない。パパなんて大っ嫌いよ。レディ、レディ、待ちなさい。どこ行くの？
今朝は口きかなくてごめんね。パパがブルー族と話するなって。レリーちゃんのせいじゃないよ。僕も実は同じこと言われた。レッドやイエローと話するなって。父さんも君のパパもお互い考えを聞かないし認めようとしない。色が違うからって関係ないのに。私がレッドでブルオ君がブルーなだけで話しちゃダメだなんて。僕ら同じなのにね。そのコップはちょっと貸して。わあ、はあ、おいしい。リンゴ食べる？うちの庭で採れたやつ。レディー、水がないよ。喉が渇いた。うちの水が飲みたいよ。水が飲みたいよ。あ、地震だ。主人がまだ家の中にいるんです。煙が出てるわ。奥さん、気持ちはわかるけど、あの土砂じゃ歩いて登るのは危険すぎる。まして水がもうないんです。ブルーはどこだ？無事か？パパが、ブルオ、心配したぞ。母さんも家で待ってる。さあ帰ろう。それより、あの地震でレッド族の人たちが大変なんだ。助けなきゃ。ブルオ、我々は今レッド族とは戦いの真っ最中なのは知っているな。分かったら早く乗りなさい。父さん、目を覚まして。レディちゃんのお父さんがまだ煙の出てる家から逃げられてないんだ。戦いなんて言ってる場合じゃないよ。レモン汁、レモン汁はいらんかね。レモン汁一つください。レディちゃん、乗って。ドアが塞がってる。裏だ。パパ、ロー君、ああ、はい、ほいちゃん、ほいちゃん、はい、ほいちゃん、ほい、ほいちゃん、ほいちゃん、はい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 。レディ、大丈夫？突然いなくなってママ心配したのよ。水がもうないぞ。火がまだ消えてないのに。父さん、気をつけて。
嫌い。嫌いなんて言ってごめんね。無事で本当によかった。レディ、パパが悪かった。もうレディに悲しい思いさせへん。ありがとう。いや、仲直りだ。やったー、やったー。その後、3つの種類の人たちは頻繁に話し合いをし、水一つの値段は袋一つと温かいティーとなり、レッド族の家々はブルーの手によって直され、仲直りのパーティーも行われました。やがてこの村にはさまざまな色が増えました。いろいろなフルーツやいろいろなお花も咲きました。村の人も作物がたくさん取れたので、その分いっぱい働き、水もたくさん供給され、みんな楽しく暮らしました。終わり。